刻は11時32分になりました。日本放送の制作でお送りしておりますアッコのいい加減に1000回、先ほどもちらっと言いましたが、4月を迎えてこのいい加減に1000回も1990年のスタートから丸27年を迎えて28年目に突入でございます、はい、ありがとうございます。聞いてくださってる皆さんがいるからです。ありがとうございます、はい、引き続き今週もお電話ファックスメールお待ちしております、はい、身の回りの出来事からここ最近で気になった話題、アッコさんへの質問や相談、何でも結構です。またいつ頃からこのいい加減に1000回を聞かれるようになったのか、ぜひ教えていただければと思います。さらにアッコさんも楽しみにされている脳トレの問題もよろしくお願いします。受付電話番号は東京 03-3211-3222、 東京 03-3211-3222 です。ファックスは 0570-021242、 0570-021242。 メールアドレスは小文字で AKKO、アッコアットマーク 1242.com、 アッコアットマーク 1242.com です。そして電話で参加していただくコーナー、クイズ和田おねや、正解すると1万円が当たります。12時50分頃に出題されるクイズの問題をお聞きになれば絶対にわかるというクイズです。ぜひ問題もお聞きになってください。メールやファックスに電話番号を書いてくださった方は全員抽選の対象になりますし、番組の中で紹介された方も漏れなく出場の抽選の対象になります。選ばれた方にはスタジオからいきなり電話をかけます。この時に5回コール以内に電話に出てくださらないと回答権失格となります。その場合は他の方に権利が移ります。メールやファックスをお送りくださるときはくれぐれも電話番号を間違えなく、そして匿名でも結構ですが本当のお名前と住所もお願いします。またラジコでお聞きの方はお手数ですがラジコで聞いていますと書いておいてください。そういう方が抽選で選ばれた場合はクイズの問題を読み上げてある程度時間を空けてからお電話をかけたいと思います。ご協力よろしくお願いします。1万円が当たりますからね、はい、ぜひご参加ください、はい、で続々メールファックスもいただいておりまして、はい、これは相模原市のレノンさんからいただきました。俺のラジオ、素晴らしいネーミングですね。いい加減に1000回改め、はい、和田アキ子俺のラジオ、はい、インパクトがありすぎですなるほど。28年目も毎週聞きますよ、はい、っていただきました。ありがとうございます。俺のラジオってなんか俺の中華、俺のフレンチとかね、はい、いろいろありますけど、俺のイタリアンとかあるんですね。俺の和食とかってのもあるんですかね。俺の和食わかんないけど、なんか割烹ってのがあるみたいです。あ、俺の割烹、は、俺の焼き鳥、俺の焼き鳥、それみんな同じチェーン店なんですか。俺のそばというのが結構同じ経営者だったりするんですかね。あ、なるほどね。まあ、ブームですよね。今ブームですかね。でも座って食べれるようになりましたからね。だから最初の頃とはまたちょっと、いや、まあ、業態を変えてきた、そういうのもありつつの今日もまあね、はい、一応毎週行ってますけど土日は生放送ということで、はい、一応体調を整えるっていうかね、自分の中では、まあ、最善とまでもいかなくても、まあ、まあ酒飲まないとか、まあ、飲んだとしても抑えるとか、はい、割とこう整えてくるんですよ。もう大体本当に律儀に禁酒ですよね。はい、で遅刻もしないしね、はいはい、そしたら今日、まあ私大体メールあんま見ないんですけど、メールちょこっと見たらもう私が今大好きなあのお医者様なさってんだけど、もうで日本全国飛び回ってる人がいるの。仮にあの、まあ、H さんとすると、はい、H さんからメールが入って、はい、朝の8時30何分かな。で私ちょうど自分でこう朝の日記を書いてる時だったんで見たら、あこさん朝早くからすいません、驚かしてすいません、僕結婚することになりました。びっくりしちゃって、はい、早くお知らせしようと思ったんですがなかなかそのタイミングがなかったんでっていうのよ、はい、で松永さんにはお知らせしました。あ、マネージャーのね、うん、はいはい、もう今名前出したけど、ええ、私びっくりしちゃった。ここのとこそういうの多いからさ、うちのマネージャーもそうだし、それこそ松永マネージャーそうですよね。そいですぐ電話したら普段あんま出ない、出たんですよ、はい、お医者様で H さん、うん、本当なの、本当
が10日誕生日なんで、13日にすごい美味しい食事するところがあるんですよ。そこも前々から押さえてくださってて、でそこ行くことになってんのね、仕事終わって。でそれ麻布十番にあるんだけど、でそこでもう、もしよければその M マネージャーも一緒にご紹介したいっていうの。はあはあ、でそれはいいけど、あんた本当なの？一抜の人なのよ。あ、おいくつなんですか？年齢大体43歳。43だと思うのよ、確か。なんかそれぐらいの。でもうちのマネージャー連中もみんないろいろ知ってる人で、本当なのと。そうです。で、どこで知り合ったの？いや、ひょんなきっかけで。いやだからいいんだよ、どこで知り合ったのって。ちょっとだからその13日に会った時に話します。え、そうは言うけど松永文字に迎えに来るよって私聞いちゃうよって。いや、ちょっと今言えないんですよ。言いづらそうですね。急になんでちょっと言えないんですよ。だってもう あとほんと 4,5 分で松永が迎えに来て、私が聞いたらもう聞くんだから、あんた本人で言った方が気が楽じゃない。なるほど。でそんなお祝い事なんだから、はい、ですよね。いやそれが何、言いづらいの？なんか相手になんかあんの？実はホリプロなんです。相手ホリプロ？また近いですね。タレントって言ったら点点点ぐらい間があるわけ。はい、なんなの？女優？歌手はいないよな。女優？また点点点。早く言いなよ本当に。だからなんで知り合ったかだっけ言って、はいはい、じゃあホリプロと ね、うん、もう最近わかんないって。それはね、男はみんなわからない。そのうちの M も急に言うから、スケジュールやってて僕今月入籍者も買ってせえもんみたいなのあるから、もう言ってよって。どこでどうなったのよ。てんてんてん、ご縁だね。そうですね、なんかね。あ、そう、それはよかったわ。名前なんていうの？エイプリル。エイプリル？フランス人。ホリプロもいろいろいるから。エイプリル？あ、そうなの。うちの前で今日何か言うかと思ったら何にも言わないのよ、朝から。私にそうやって教えてくれるかと思った。うちのマネージャー電話したって言われた。まだいくつかクエスチョンが残ってますけど、エイプリルさんってのグループ名ですか？違う、だから。何？下は？フール。殺すぞ。今時いる？エイプリルフール。いやー、ちょっと完全にもう騙されたアッコさんの通り、今聞いてる方も騙されましたね。もうなんですか、もうエイチさん、おかしいんだかなんだか分かんなくて、それでずっと探ってて、うちの M が何か言うかと思ったら何も言わないのよ、あいつも。いや、多分だ、それは共謀はしてないんですよね、きっと。知らない。 H さんは H さんで独自に、うん、で私がエブリル・フールをやって、ね、メールを送りましたと、ね、うん、で、よくご存知ないと思います。そやろね、あいつも副班長になって全部は把握してないと思うエイプリル言ってて、フランス人なんでエイプリルがフランス人やった。最近いろんな方が所属しているなあという。いろいろある毎日ですわ。いや、 H さん曲いかなかった。ごめんなさい、あります、ね、あれ、じゃあ曲いっちゃいましょうか。入れますか、この時間で。はい、大丈夫です、はい。吉田拓郎さんの曲をお送りいたします。今度やるんですよね、拓郎ちゃん、はい、吉田拓郎さんの新番組、タイトル、はい、ラジオでないと。1回目はですね、明日日曜日ですね、うん、夜11時半から1時間番組あります。ぜひ聴いてください。吉田拓郎、春だったね。